暑いぞ。俺たちの力が通じてない。通じていないのはお前だけだがな。ああそうそう、言い忘れたけど、うちのサークル高額のために試合は動画を撮ってるんだ。なんだって。さては貴様ら、俺たちの負けっぷりさらして笑う気だろ。いや負けっぷりつーかーさ、その格好してる時点で晒し者だろ。公平、こうなったらもう分かってるさ。もう俺たちに残された手は KO しかない。お前らなんか不穏なこと考えてないか。まさかそんなこと。死ぬ。なんだ今の掛け声は。いいぞ北原ナイスサーブ。あとは微調整だな。どこがナイスサーブだ。ノーバンでフェンスに当たってるだろう。うらダブル。避けるな卑怯者。卑怯なのはどっちだ。気をつけろよ、避けさえすればこっちの得点になるんだ。おお、分かってる。まさか。ったく油断も隙もないな。会長、これで手詰まりだろう。潔く負けよ。この兵たくそ、やつかカメラのどっちかくらい当ててみせろ。本当にあんなの相手にする必要あったのか。思ってやがる。どうなりゃ何でもいい、お前得意の卑劣な手でうまくやれ。なんでお前にそこまで言われなきゃならんのだ。どんな手でもいいのか。もちろんだ。そうか、狙いは KO だ。よし、それでこそ北原だ。はっ。は？命中。お前どういうつもりで。いやー、不慮の事故で欠員が出てしまいましたので、メンバー交代でいいですよね。おっと、出番か。俺も行けるが。なんてことしやがるクソ野郎。お前がどんな手でもいいと言ったんだろうが。あの連中に対して。スポーツマンシップのかけらもない。まあ勝てたからよかったんじゃない。